皆さんこんにちは、オフィスマユミの大西マユミです。今日はですね、バーン見てください。こんなね、お鍋を用意しております。今日はですね、大西マユミおすすめのお鍋ということでご紹介したいと思います。皆さんのお家のお鍋、どんな鍋をされてますか？いいお鍋の方法があったら教えてほしいと思います。そしてオフィスマユミではですね、今今のホットな情報を毎日動画で配信しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。改めましてオフィスマユミの大西マユミです。こんにちは。今日はですね、ちょっといつもと違う雰囲気なんですけれども、今日は大西マユミおすすめお鍋ということでね、ご紹介させていただきたいと思います。今日はですね、オフィスマユミのスタッフのね、あやちゃんのお家からですね、こんな素敵なね、たくさん のお野菜が送られてきました、オフィスに。なのでこれを使って料理をしたいと思います。考えた挙句、今日はですね、やっぱりこの食材ではお鍋じゃないかなと思います。わあ、すごい。ちょっとはい、温まってきました。お鍋の中のお出汁が温まってきましたね。私はですね、冬になると、いつもするのがかす汁鍋なんですけれども、今日スーパーに行くとですね、なんとこちら、こんな鍋がこんなね、もう簡単に作れる鍋が、鍋用の出汁があったので買ってきました。これね、本当にすごくって、お酒メーカーの金志正宗さんというところが出されている酒粕鍋の出汁なんですね。もう本当にね、やってみたらこれすごく美味しかったので、ちょっとこれをもう簡単にね、これを使って鍋を作りたいと思います。早速ですね、温まった出汁汁の中に、もう今日はですね、いただいたたくさんのね、こんだけいただいたので、いただいたので、これを使って、全部入れていきたいと思います。白菜投入、えのきも投入、それからネギを入れました。落ちました。あとね、人参がすごい美味しかったんですね。人参も入れたいと思います。ね、大根もすごく美味しいんですよね。もう食べさせていただいたらすごく大根が美味しかったです。はい、そしてもうなんといってもこれですね、鶏ボール。はい、そしてカニは入れられませんが、カニカマを入れます。で、ちくわ、そしてお豆腐、もうバンバン入れていきます。もういっぱいになっちゃいましたが、はい、ということでね、たくさん入れましたので、これで、温めて待ちたいと思います。ということでね、あったまったらすごい美味しいお鍋ができると思います。ぜひ皆さんもね、酒粕鍋、やってみてください。もうめんどくさいわーという方はですね、こちら金志正宗さんから酒粕鍋というのが出ておりますので、ぜひこちらもおすすめです。これ本当に美味しかったです。はい、ということでね、私はですね、このお鍋を食べる前にですね、ぜひね、いつもやってる習慣がある、んですね。それはですね、こちら、浄化青汁を飲もうということなんですね。もうね、青汁を飲まないとなんか毎日が始まらないというかね、やっぱりね、毎日の健康習慣のために浄化青汁は私は欠かせません。はい、ということでね、今日も早速浄化青汁飲んでみたいと思います。こんなね、シェーカーにお水を入れてですね、そこに
こちらね、スティック状、1回分がスティック状になっているので、これを溶かします。じゃ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 ーん。もうね、これを飲まないとなんだかね、お食事前になんか物足りないという感じなんですね。これを飲んでるとなんだかね、あの腸の状態が良くって、いつも毎日快便ですだから私はもう本当に青汁習慣は欠かせない。この一杯が私の腸をきれいにしてくれる、腸の中の、腸内環境を整えてくれてるっていう感じがします。ぜひ皆さんもね、あの青汁一度、まだ飲んだことはないわという方はですね、あの一度試してみてください。では早速飲んでみたいと思います。よくねシェイクしてください。そして飲みます。ということでね、ではお鍋がだんだん温まってきたみたいなんで、早速食べてみたいと思います。おー、皆さんこの感動分かりますでしょうか。もうね、ふつふつと煮えてますね。ちょっとあらかじめ大根も人参も白菜もね、ちょっと火を通してきたので、すごいですね、溢れております。はい、早速いきたいと思います。まず大根、そして白菜、お豆腐、ちくわ、ね、美味しいですね。あとこれもね、火を弱めます。はい、ね、こんな感じで美味しくできました。いただきたいと思います。はい、では皆さんいただきます。白菜、おいしい。おいしいです。でね、やっぱりこの酒粕鍋ってあのすっごい温まるんですよ。なのでぜひあの皆さんやってみていただきたいと思います。はい、うん、おいしい。もうね、こんな仕事をしながらお鍋が食べれるなんて、もう本当に幸せです。はい、ということでね、皆さんこちら浄化青汁ちょっと飲んでみたいわという方はですね、商品のことはですね、下の概要欄のお店さんの方にお問い合わせください、もしくはですね、オフィス真由美までお問い合わせください。お鍋もいいし、浄化青汁も毎日の健康習慣のためにぜひぜひ一度お試しください。ということで今日はですね、大西真由美から、美味しいお鍋のおすすめお鍋を紹介させていただきました。ぜひぜひ皆さん、これから寒い冬がね、本当にやってきますので、1月2月も3月とも本当に寒いです。ぜひお家でお鍋やってみてください。ということで今日はですね、最後まで見ていただきありがとうございました。またいろんな、お料理を紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。ここからはあやちゃんからのお知らせです。オフィス真由美では、私たちと一緒に銀座マルカンの商品を広めてくださる方、特約店さんを大募集しております。銀座マルカンのサプリメントや化粧品が大好きな方、斉藤ひとりさんが大好きな方、宮本真由美さんが大好きな方、そしてオフィス真由美が大好きな方、一緒に働きたいなって思ってくださる方、大募集中でございます。はい、特約店さんの資料に関しては概要欄に貼っているフォームから
無料でどなたでも資料請求していただけますので、まずはお気軽に資料請求してみてくださいませませ。主婦の方でも副業の方でも、もちろん自営業されている方でも、どなたでも大丈夫です。まずは資料請求無料ですので、ぜひぜひやってみてください。皆さんからの資料請求お待ちしてます。